こよみよこよみ。どうもです、つくもやよ。ほなまあざっくり今日のこよみ言うていこか。彼岸、祖先の御霊を供養する期間やね。暑さ寒さも彼岸まで言うて言われとってな。これを過ぎたら気候が温和になっていく言うて言われとるよ。六曜は大安、大いに安し万事安らかにことが運ぶ。今日の干支は日の絵ね。日の絵が陽の日ね。ネズミが陽の水やさかいに、本陽五行の流れは日は水に消されるいうことで、総国物事が順調にいかへん言うけよ。まあこんな感じやけんども、ざっくり暦の注釈見てどう過ごすかはあんたさん次第や。ゆるゆるとえひになるとええね。ほなまたね。